はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の和と積の公式2和差から積編をお送りします。で、前回からね、この和積の公式やっていて、前回逆だったんだよね。積から和差に持ってったんですけど、今回は和差から積をね、やっていく問題をやっていきます。で、今回もポイントが4つあって計7問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部書いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、毎度毎度なんですけども、公式やらせていただきますね。で、今回は和差、つまり足し算引き算のものから積の形に持ってきます。前回と逆になる。で、早速ね、sin A プラス sin B からいきます。で、形はすごく似てる。全体通してまず最初に数字の2がきます。一箇所だけでちょっと違うのが出てくるんだけど、2が来ると。で、サインプラスサインの形は出てくるのがサインコサインです。で、2サイン、中が2分の A たす B です。で、こっちがコサイン2分の A マイナス B となります。この2分の A プラス B、2分の A マイナス B は全部固定です。で、次にサインマイナスサイン、まあ次ね、プラスがマイナスになった形は2で、こことここが逆になります。コサイン2分の A たす B。で、サイン2分の A マイナス B。逆になるだけね。これがまずサインの方。で、次、コサイン A プラスコサイン B の方は、2分の、ここコサインコサインです。だから2分のコサイン A プラス B、コサイン2分の A マイナス B となります。で、ラスト、ここね、ここちょっと注意が必要で、コサインマイナスコサイン、全部2だったでしょ、スタートが。だけど、ここだけ、スタートがマイナス2になります。で、最後残ってるのはサインサインです。だからサイン2分の A プラス B、 サイン2分の A マイナス B と、これがね、4つ公式でございますごめんね。で、これさえ覚えてしまえば問題は簡単に解けると。まず最初、サイン105度プラスサイン15度です。つまり、サインプラスサインの形だから、これね、最初のやつ、左上のやつ。で、あとは当てはめてやっていくと、2でしょ？で、サイン、2分の A プラス B なので、こことここを足して2で割ればいい。足すと120。で、2で割るから、60度になります。で、コサイン、A マイナス B、で、2分の A マイナス B なんで、引くと。で、引くと90。それを2で割るから45度で、あとはこれ計算するだけです、普通にね。で、一個一個書いていくと、 2×sin60°、 2分のルート3で、 cos45° がルート2分の1で、ここ約分するとルート2分のルート3で、有理化して2分のルート6と。ね、これで OK です。まあ、あと公式使うだけっていう感じなんだけどね。で、次がコサイン、マイナスコサインだから、右下の形、あの、マイナス2でね、注意が必要なやつ。で、最初、気をつけてマイナス2にする。で、あとは同じね。ここはサインサインなんで、足します。90。2で割るから、45。で、引きます。60。で、それ2で割るから、30度と。で、あとはね、さっきと同じように書いていくと、マイナス2、サイン45度がルート2分の1、で、サイン30度、2分の1、だから、マイナスルート2分の1になります。で、有理化して、マイナス2分のルート2と。ね、これで OK です。で、ラスト、
が cos75 度プラス cos15 度なので cos プラス cos 右上の形だね。でやっていくと2で足して2で割るからここ cos なんで45度で cos 引いて2で割るから30度とで2でしょ。で cos45 度がルート2分の1で cos30 度が2分のルート3なので、約分して残るのが、ルート2分のルート3。つまり、有理化して、2分のルート6と。ね、こんな感じで、ぜひやってみてください。ここね、結局足して2で割る、引いて2で割って、その30とか45とか60みたいに、そう計算できる形にしなきゃいけないから、結構出てくる数字固定されるんだよね。似たような問題がいっぱい出てくるんですけど、まあ、全部ね、こうやって公式で解くことができますので、ぜひね、覚えてみてください。では、今回は高校数学数2の和と積の公式丸2和差から積編をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から三角関数の合成やっていきます。まあ、それってね、すごく有名なやつなんですけど、そのね、シリーズやっていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。